こんにちは、レガテドリブル塾です。大会ブルーロック対決、イエーイ。いやさ、あまり中です私。いやもうブルーロックネタ多くない最近。もうブルーロック大好きです大好きですということで、はい、今日はまだ出てない、今までいろんなやつ出してきたじゃないですか。凪誠志郎殿、潔世一、バチラ巡る、バローだけ覚えてる、バローいろんな選手出してきました。まだ出してない。おお、まだいるんだ。まだ出してない。ブルーロックナンバーワン超スーパーストライカー、超スーパーストライカー、その名は、その名は愛しりん、愛しりん、人気、名前からしてナンバーワンだわ。すごい人気キャラ、人気キャラっていうかランキングがあるわけ。ブルーロックのストライカーナンバーだったんで、その中のもう1位です。トップ中のトップ。それ誰が決めんのランキング？これはね、ブルーロックの監督っていうのかな。ワンピースで言えば全然進まない。ワンピースで言えばもうルフィ、ルフィじゃない、カイドウぐらい、カイドウ、分からんの、カイドウぐらい分からんわドラゴンボールで言えば、あーだからもうドラゴンボールで言えばねもう長いもうとにかく全部星があったらもう全部あるんですよ。その中でも特にフリーキック、今日はそのフリーキックをやって、どっちが愛しりんに近いか、あーなるほど、対決をしていく、愛しりん対決。今回は左ポスト1番、上のバー2番、右ポスト3番っていう感じで最初に宣言します。1番って言ったら左側のポストを狙って蹴って、ポストに当てないといけない。で、ただ当てるだけじゃなくて当てた上でゴールを決める。あーなるほどね。で、それを先に2箇所取った、どの勝つ、リンが言いそうなセリフ、言いそうなセリフ、この位置からなら 100% 決める。今日は普通のシーサージャンケンじゃなくてブルーロックシーサージャンケン。おいや、ロック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 、最初はシーサーロックロック、ほいよっしゃ弱ブルーロックシーサー弱いよ、ぬりーなぬりーな生1番で一発だからね、私にそれえぐいな。何番でなんだ？1番で先に俺も1番狙おう、パンパンって入れるよ。おお、もう完璧だから。じゃあ1番、うわー惜しい、1番、うわー、いやこれちょっとあるわ、決めれる気してきた。フィールドは戦場だ。もう一回1番で、うわー1、いやー危ない、こっから本気を出す。うわぁ、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 うやばい、やばい、うわぁ、なんでこういう時はポスト芸人しないんだろうな。狙うとダメなんだよポスト。うわぁ、1番、うわぁ、うわぁ、うわぁ、危ねぇ、過去一危ない。うわぁ、ポストに当たるかどうかはもうポストの差だけ、いいコースを狙えば勝手に当たるんだよ。愛しりんらしからの発見、愛しりんはない、愛しりんは違うな。1番、1番、うわー惜しいあれ入らんってことはちょっと流れ悪いね。ゴールが俺を呼んでいる。うわーやーじゃあ、よっしゃ、うわーうわー今行ったと思った、ギリギリ、行かないか、ね、ギリ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 、うわー危ねー、うわぁ、1番、うわぁ、うわぁ、1番、あぶねぇ、こっちなん、だから俺の角度から見えんかった、ビビー VR、 あ、ちょっと待って、 VR の前にさ、これ何対決だっけ、これ愛しりん対決だよね。愛しりんはこんな細かいこと言う人なの。 VR で入ったでしょって言うような人、それとも誰がどう見てもバーに当たったよねっていう
シュートを打って決める人。さあどっちなんでしょう。伊藤シーリン。VR 判定の結果ノーゴールです。でもやばい、キワキワだったね今。うわー、いやー、千葉ああいうの普通っしょ。いやめっちゃ喜んだって。めっちゃ喜んだって。ああいうの普通っす。一本選手。狙って蹴れるんで。伊藤シリーズ。やったー。いや伊藤リンだったわ今。伊藤リン。よしよしよし。やべー。いやこれ。三番いきます。三番は右か。右。うわー。うわぁ、2連続あったよ今。いやこれ決めんとやばいわ。愛しりんになりかけとるわ。1番あーちょっとそれた。うわぁ3番。うわぁ、危ねえ危ねえ危ねえ。このまま終わらせて止まるかよ、うん、あいやおいやうわ2番だったら入ってたんちゃう。 VR でしたね。いやうまい、来た、うわぁ、うわぁ、危ねぇ、やばい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 。わしゃー、危ねー、うわー、危ねー、うわー、危ねー、うわー、危ねー、危ねー。三番。やられた、完璧だ。愛しりが父ちゃんです。無理な。よし、これ言われたらムカつくない。やったくそ。いやー、俺今日何もいいとこなしや。はい、ということで第1回ブルーロック対決はドゥルルダン、しょうちゃんの勝ちです。いや、文句ないけど、もう愛しりんになってたよ君。愛しさと切なさと心強さと、そんなこと言っていいですか。無理な。これムカつくわ。はい、これムカつくわ。愛しりん対決は僕の勝ちということで、いや完全敗北です。ブルーロック強いね。いやブルーロックやっぱ読んでるのと読んでないのの違いが多分ここで出てきてると思う。愛しりんは違ってりんに欠けてた。はい、ということで悔しい。今日この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time!